そ400年の歴史を持つ阿波踊りに、三段重ねの愛らしい遊山箱、徳島が誇る伝統文化を親子で体験するイベントが開かれました。少子高齢化に加え、娯楽の多様化で伝統文化への関心は薄れ、藍染めや木工業では担い手不足が課題となっています。こうした阿波文化の魅力に幼い頃から触れてもらい、次世代に継承していこうと、県では親子体験イベントを企画しました。何これ？お弁当箱でな、三段の五十がな、中に入っとんよ。遊山箱は子どもたちが野山に出かけるとき手に下げていったお弁当箱。組み立てや塗装にはタンスや仏壇を作る木工技術が生かされています。遊山箱がなぜ徳島で生まれ広まったのか、子どもたちは紙芝居を通して古のふるさとを垣間見ます。お話の後は体験です。紙製の遊山箱にシールを貼ったりして自分だけの遊山箱を作りました。楽しかった。あるとこ徳島は昔からこういうなんか面白いことがあるんだなと思いました。出来上がった遊山箱にはお菓子を詰めて出かけました。寺町周辺を親子で散策、自然豊かな大滝山にも登りました。楽しかったです。自然に触れるのが良かったかなと思いました。伝統行事というか、そういうのをね、親子でっていうのは初めてだったので、とてもいい経験になりました。こうした身近なイベントを通じて徳島ならではの文化を知るきっかけになってくれれば幸いかなと思ってます。今日ご参加いただいた方が県内外に向けてこうした魅力、楽しさを情報発信していただくことで、これからの観光誘客につながればいいなと期待しております。徳島で大切に守られてきた伝統文化を次の世代につないでいってほしいですね。